アメリカ中が熱狂。大谷翔平2打席連続本塁打。ドジャースの大谷翔平選手が2番 DH で先発出場し、6回の第3打席に19号ホームランを放ちました。3回の第2打席にも4試合ぶりの18号を放っており、今季初の2打席連発です。例年6月は得意としているが、期待に応える大爆発に本拠地ドジャースタジアムでの2発に地元ファンも騒然、熱狂に包まれました。特大アーチは両軍無得点の3回1死でした。ウワン・シンガー投手のシンカーをフルスイング、バックスクリーン左へ飛び込む18号ソロとなりました。4試合ぶりの一発は飛距離451フィート、打球速度 114.3 マイル、打球角度27度、打った瞬間に確信する豪快弾でした。6回先頭でも続けました。初球、内角低めのスライダーを引っ張って翼席中段へ運びました。飛距離400フィート、110.7 マイル、角度39度でした。1試合2発は5月5日の本拠地ブレーブス戦以来、今季2度目です。同じ試合での2打席連発は移籍後初めてです。これにはドジャース専門メディアのドジャースネーションのノア・カムラス氏は2本目のアーチを見届けると自身の X に、なんてことだ、翔平大谷選手がまたやってくれたと綴り、あまりのパワフルさに脱帽しました。続けて、このホームランは 110.7 マイル、飛距離400フィートでドジャースに2対0のリードをもたらした。最初のホームランは 114.3 マイル、飛距離451フィートだったと18号弾と比較した上で、大谷選手は信じられないと付け足し、ただただ驚嘆するばかりでした。さらに地元メディアスポーツネット LA が試合を中継。大谷の18号に実況のステファン・ネルソン氏は、左中間にボールが飛んでいく、大谷が打ったと興奮気味に叫んだ。続けて、この男はやっぱり生まれ持ったものが違うと大絶賛。大谷選手の19号本塁打にはネルソン氏は、大谷がまたやってくれたと実況。続けて、ドジャースの攻撃陣が2本のホームランに頼りっきりになるのは避けたいが、たまにホームランを打ちたいのであればそれはそれで構わないと大谷の2発をユニークに祝福しました。 SNS 上でも、ようやく大谷翔平が戻ってきました。左中間への特大ホームランは本当に好調の時に出るホームランです。そして2本目はライトへの完璧な一発。長いトンネルでしたが、ようやく抜けてきたようです。トンネルを抜けるとホームラン王だった現在ナリーグ1位のオズーナとも1本差となり、本塁打王もまた見えてきました。不思議と大谷はデーゲームでホームランをよく打ちますし、複数ホームランもデーゲームが多い。だから大谷のホームランを見て気持ちよく仕事に行けるわけです。明日からはコロラドです。ボールのよく飛ぶクアーズフィールドですので、ホームラン量産期待ですね、という声や、ついに来た、2打席連続ホームラン、右に左に打ち分けてどちらも素晴らしい打球でした。少しずつペースが上がってきたのでしょうか。無理せずマイペースで怪我のないシーズンを送ってもらって、奇シーズンからの二刀流復活に備えてもらえたらね。大谷にとっては自身の2ホーマーもですが、山本投手の故障者リスト入りの方が驚きでしょうね。日本人投手にとっては162試合もあるシーズンを乗り切るための中4日登板とピッチクロックが故障を招いているような気がします。25人のアクティブロースターを28人にして投手を増やすことが求められていると思う、という声が見られました。ロバーツ監督インタビュー。ドジャースのムーキー・ベッツ選手が16日本拠地ロイヤルズ戦で支給を受けて途中交代しました。デーブ・ロバーツ監督は試合後、骨折していると説明し、手術はしないものの離脱となることを明かしました。そして大谷翔平選手を1番で起用する構想を明かしました。ベッツ選手は7回2死1塁で迎えた第4打席で、ロイヤルズ2番手のダン・アルタビーラ投手が投じた 97.9 マイルのフォーシームが左手に直撃しました。ベッツ選手は苦しそうな表情を見せてうずくまりました。しばらく立ち上がれず、場内のファンからは大ブーイングが起こりました。その後ダイソーにミゲル・ロハス選手が送られて途中交代となりました。ベッツ選手は開幕から不動の1番を務め、第3打席を終えた時点では打率3割4厘10本塁打40打点9盗塁を記録していました。ロバーツ監督は、骨折だ、
タイムラインは私にはわからないが、時間がかかります。手術の予定はありません。骨が治るのを待つことになる。と話しました。指揮官は、ムーキー選手のことが本当に気の毒だ。MVP 級のシーズンを送っていた。非常に不運なことだ。と肩を落としました。今後の打順について、大谷選手を1番で起用するのかと問われると、最初の考えとしてはそうなる。と話しました。試合後のクラブハウスでは左手を包帯などで固定される痛々しい姿だったベッツ選手の主な問答は以下の通りです。あの球が当たった瞬間は痺れて痛かった。不運にも折れてしまったので、俺に今できることは何もない。シーズンはまだ終わっていないが、これからどうするのかわからない。正直本当にわからない。ボーイズのプレーを見ながら応援するけれど、それ以外にできるのは休むことだけ。これをメンタルブレイクに使うかな。行ける時が来たら準備する。一般的な回復のタイムラインは分かっているか。いや知らない。明日医者に見てもらって、それで何か分かるだろう。と話しました。ベッツ選手の離脱は本当に痛いです。早期復活を期待します。大谷に被弾したシンガー投手インタビュー。大谷翔平選手にホームランを打たれたシンガー投手が試合後インタビューに答えました。とんでもない打球だったよ。実際に対戦してどれだけすごいか分かったよ。彼をゴロに打ち取ろうとシンカーを投げて、コースも狙い通りだった。それを左中間の一番深いところまで持っていくなんて、すごすぎて笑うしかないね。と答えました。山本由伸投手の状態が判明。15日の登板で右上腕三頭筋の張りを訴え、緊急降板していたドジャース山本由伸選手が16日、15日間の故障者リスト入りとなりました。さらに精密検査の結果、右肩腱板損傷も明らかとなりました。現時点で手術の予定はないというが、数週間ノースローになる見込みで、前半戦の復帰は絶望的となりました。この日の試合後、ロバーツ監督は、山本選手は休ませなければならないので時間が必要だ。だがシーズンが終わるわけではない。彼は数週間は投げない。それからどうなるか見てみると説明しました。負傷箇所が上腕三頭筋ではないと聞いて驚いたか。と聞かれると、いや、それらはつながっているから、どこか局部に何かを感じても肩だったということ。と話しました。山本選手は前日15日の本拠地ロイヤルズ戦で先発したが、右上腕三頭筋の張りを訴えて2回28球1安打無失点ながら降板しました。試合後には、今週右腕の張りを多少感じていて、状態がすごく良くなったので登板することになったんですけど、少し気になりながらの登板だったので、投げている中で少しずつ張りが強くなっているのが分かったので、早めにコーチ陣に行って交代させてもらいました。と説明していました。二刀流の大谷選手を除くと、メジャーリーグの投手史上最高額の契約となる12年総額3億2500万ドルでドジャース入りしました。1年目の今季はここまで14試合に登板して6勝2敗、防御率 2.92 の成績を残していました。オリックス時代は大きな故障はなかっただけに心配されるが、今は1日も早い復帰を願うしかありません。これには SNS 上でも、日本ではボールのキレや進化し続ける投球術だけでなく、体力的にタフな部分も見せつけていた。そんな絶対的エースの山本由伸でも、メジャーリーグでは限界を超えるほど高出力でなければ勝負できなかったということなのか。右肩腱板損傷と聞くと大事と受け止めてしまうが、とにかく今は負傷箇所の治療に専念してもらいたい。そしてその間に自分がいる世界を客観視し、復帰後は心技ともにパワーアップした姿を見せてもらえればと思う。という意見や、ピッチクロックの影響が大きい、投球ごとのインターバルが少ないから肘肩への負担も大きくなる、グラスノーとか今永みたく勝ち星を上げローテーション守ってる選手はそろそろ危ない、という意見が見られました。大谷翔平選手インタビュー。打線が得点することができていなかったです。ミーティングもいろいろと工夫してチームとしてどう得点していくかを話し合ってはいるんですけど、なかなかいい形にはなっていかないです。もどかしさを感じていると思うんですけど、いい形に早く持っていけるように1試合1試合進歩はしているのかなと思います。ベッツ選手が戦線離脱となりました。チーム全体にとってタフな瞬間ではあると思うので、欠かせない選手だと思いますし、ただ
起きたことは起きたこととして、本人の早期回復を祈りながら、チームとしてカバーできるように頑張りたいと思います。クラスノー選手が好投しました。助けたい気持ちはありましたか？それは全員思っていると思いますし、相手のチームを寄せ付けない素晴らしい投球だったと思います。フォーム的に調整したところはありますか？初めてのチームで初めてのコーチ陣です。まずはコミュニケーションが一番大事になると思うので、自分の打撃の感覚、外からどういう風に見えているのか、それは毎日話し合っていろいろと工夫してはいます。遠くに打つ本塁打はありますか？あそこの方向に飛距離が出ているということはいい状態じゃないかなと思うので、気持ちいい感覚だったなと思います。コーチからのアドバイスでヒントになったことはありますか？一人一人理論的なものは違うと思うので、必ずしも全員に当てはまること、そうでないこともありますし、自分の感覚と外から見ている状態がどうなのか、すり合わせをコミュニケーションの中でできたらいいんじゃないかなと思います。父の日で2本を打てました。あまり今まで打っている思い出はなかったですけど、まずは打ててよかったなと、シリーズ勝ち越せてよかったと思います。山本由伸選手も離脱しました。昨日も本人はもっと行くつもりだったと思いますけど、チームと話して早い段階で辞めたと思うので、よく捉えるなら手遅れになる前に止めたのではないかと思いますし、順調に回復していけば早い段階で帰ってこられるんじゃないかなと、それを期待したいですし、プラスに捉えるところは捉えてリハビリしていくんじゃないかなと思います。チームの危機、自身の役割の変化は、ロバーツ監督は1番での起用を示唆しました。キーになる選手が抜けるというのは、打線の中でアプローチは変わると思いますし、もちろん打順も変わります。代わりに入る選手で多少打順も変わると思うので、それはみんなでカバーしていくしかないのかなと思います。自身も1年目に故障で離脱しました。同じ投手として感じることはありますか？1試合1試合、前の登板から次の試合に人一倍頑張っていたと思いますし、見ていてそう思うので、そこのケア不足というのはないと思います。全部を全力でやっているのを見ているので、本人が一番悔しいとは思います。本当に早い段階で帰っていい状態で投げられるようにサポートしたいと思いますと語りました。怪我人続出でも問題ない。メディアの反応、大谷選手の前日までの打撃成績は275打数84安打44打点17本塁打、打率3割5厘、 OPS は9割4分8厘でした。6月に限れば13試合で51打数11安打6打点3本塁打、打率2割1分6厘だった。昨年の6月は打率3割9分4厘、15本塁打と大暴れするなど、毎年のように大爆発する当たり好きだったが、今季は苦戦気味でした。それでも6月11日とその翌日には16号、17号と2試合連続での本塁打もあり、当たり始めれば止まらない大谷選手らしさも覗かせていました。チームは12連戦の6戦目だが、本塁打の感触を取り戻しただけに、休みを求めず出場し続け、アーチ量産を目指すことでしょう。ナ・リーグ本塁打ランキングでもトップのブレーブス、オズナ選手に1本差と迫り、年間ペースも 42.2 本に、15個決めている盗塁と合わせて、30本塁打、30盗塁はもちろん、史上6人目となる、40本塁打、40盗塁も十分に達成可能な数字です。スポーツ専門サイト、ジアスレチックのアンディ・マッカロー記者が、山本由伸選手とムーキー・ベッツ選手を同時に失ったドジャースについて、ニュースを聞くのは辛いが、9月16日に聞くよりははるかにいい。と指摘しています。25歳の若きエース、MVP 候補の内野手、合わせて6億9000万ドルの選手2人を負傷者リストに入れるのは辛いが、2人とも今季中に復帰できます。デーブ・ロバーツ監督もシーズン終了ではないと語りました。11年連続でポストシーズンに進出しながら1回しか世界一になれていない球団にとって重要なのは10月だけです。その目標は変わりません。山本選手とベッツ選手がいなくてもナ・リーグ西地区のタイトルを獲得するための十分な戦力は有しています。今季のドジャースは大谷翔平選手の加入で期待は大きく、世界一になるか、あるいは失敗するかの二者択一なのです。ベッツ選手がいてもいなくても、
ドジャースフロントは下位打線の立て直しに動かなければなりませんでした。ローテーションについては、ボビー・ミラー選手が間もなく復帰するが、かつてのトップ2投手、ウォーカー・ビューラー選手とクレイトン・カーショー選手が今後どこまでチームを助けられるかに注目が集まります。とはいえ、10月にローテーションを牽引するのは山本選手とタイラー・グラスノー選手です。大丈夫だ。我々には本当に良い選手がいる。とロバーツ監督。ドジャースは98勝ペースで、これは2018年以降では最もよくありません。それでも同地区2位のパドレスに8ゲーム差で、地区優勝に問題はありません。今、両選手について焦点を絞るべきは、復帰して、シーズンの最後に何ができるかです。ベッツ選手は22年のポストシーズンは2安打、23年は無安打に終わり、チームは地区シリーズで敗退しました。今年はぜひ打ってほしいです。山本選手は過去6週間、ヤンキースを7回無失点に抑えるなど好調だったが、このピッチングを10月でも披露してほしいです。レギュラーシーズンはまだ半分も終わっておらず、復帰までに十分時間はあります。大事なのは10月なのです。